はい、木の店さん、僕です。栗の原木ですね。長さが 2.2 メーターあります。サイズがですね、まあ、細いとこで、末吉が50センチぐらいで、まあ、元が、60センチくらいの、原木になります。まあ、ちょっとね、いろいろある。もう枝とかもこうあるような、原木なんですけど、まあまあ、基本的には1枚板を、製材していくんですけど、そうですね、まあ、この辺の目割れとかですね、まあ、あの小口の割れを見ながら、ちょっとね、これからどの辺でこう製材していこうかなっていうのを、決めていきたいと思います。まあ、こういうこんな感じで、まあ、製材をしていきます。まあ、あのこの大きい枝はね、ちょっとね、どういう風な見え方になるかですけど、まあ、このここにあるこの割れにちょっと沿った感じで、製材していこうかなと。はい。結構ね、これもなかなかあの目積みがいい木なので、ね、どんな板が取るのかちょっと楽しみですね。それでは製材始めていきます。今、まあ、この枝のところですね、どんな感じ の、 あの板が取れるのか、チェックしてもらえばいいかなと思います。8分ですね、25ミリで引いていきます。表情の、板ですね。40ミリですね。1分3分で引いていきます。55ミリですね。1寸8分で引いていきます。2寸で引いていきます。6センチ60ミリです。55ミリ1寸8分で引きます。芯のところまで来たので、これからあと、反対側を製材していきます。反対側を製材していきます。
8分の板ですね、製材しています。24mm、これは今一寸ですね、3センチ。いい感じの板ですね。一寸タブの板ですね、40ミリで取ります。この板は一寸8分、55ミリで製材していきます。製材が終わりました。そうですね、まあ比較的、まあ、大体45センチから広いところで60センチくらいのね、まあ、板が、取れて、製材が今終わったんですけど、そうですね、まあ、結構ね、幅の狭い木が結構身詰まって、いい感じの木のね、表情豊かな板が取れたのと、まあ、あと幅広の板も、なんでしょうね、今後ね、乾燥していって、大きな目割れもなくね、いい感じで、このまま乾燥していってくれたらいいかなと思います。例えばもうこの辺なんかね、もう、こういうふうにね、年輪反れて割れてるところっていうのはもうなかなかちょっと、一枚板に使うのは難しくなってくるかなと思うんですけど、はい。またね、それはそれでいろんな用途に使えると思います。だいたい、そうですね、今のこの原木でですね、だいたい8枚くらいですかね、製材が、板が、取れました。はい、ご視聴ありがとうございます。